ペータルペシッチは、セルビア、ユーゴスラビアの軍人、上級大将、西出身。1892年、軍事アカデミー。1896年、高等軍事学校で教育を受ける。砲兵隊に配属。1896年から1897年、大隊長。1897年から1900年、参謀本部で勤務し、国王付属委任将校となる。 1900年から1901年、フランス研修。1901年から1903年、モラバシダンク参謀長。1903年、不評大隊長。1903年から1904年、参謀総長副官。1904年から1910年、ドナウシダンク参謀長。1910年から1911年、不評連隊長。 1911年から1912年、陸軍総監副官。1912年から1913年のバルカン戦争時、第一軍参謀部で勤務し、第一軍参謀長補となった。1914年から1918年、最高司令部作戦課長、参謀長補を歴任し、1916年6月から、ザイモンテネグロセルビア司令部代表兼防衛部長。 1917年、セルビア軍のテッサロニキ戦線到着後、最高司令部参謀長補に任命。1918年12月10日から1919 19年10月10日、和平会議のセルビア代表。1919年10月10日から、最高司令部参謀次長。1920年3月から、参謀次長。1921年3月から、 サバシダンク司令官。1921年7月から第四軍艦区、司令官補佐官、副司令官。1921年12月から1922年11月、1924年から参謀総長。1922年から1924年、1940年から国防省。ドイツとの同盟に反対していた。ありがとうございます。